ラストですよ。ラストだね。ラストですよ。3、2、1、オープン。皆さんこんにちは、かしこまりとサディです。はい、今日はこちらをやっていきたいと思います。何しゅんの仮面ライダーバトルガンバライジングデータカードです。イエー、仮面ライダー。いやー、仮面ライダー01といえばですね、やっと最終章が来たので、うん、それを祝ってガンバライジングデータカードダンスをやっていきたいと思います。何それ？ゲーセンにある、うん、ゲームがあるんですよ、うん、それで使える、うん、カードが、うん、なんとウェブで買えるようになったんですよ、うん、第4弾だけ。え、どのくらいあんの？100連分。100連ってどのくらいかかんの？1万バナコインです。え、なんなん1万バナコインって、いくらなの？おいくらと聞かれましたら、それは1万1000円になります。高いからダメ。いや、でももう何買っちゃったから。はぁ、ねえ、なんでたまにそういうのやるってさ。ガンバライジングやろう。お前マジなんなん。楽しいぞ。騙されたと思って僕の話を聞こう。見てください、この色とりどりのカードたち、ピカピカだね。で、各カードにはレアリティというものがありまして、レジェンドレアがいいんですよ。で、これ弱いじゃないですか。パラパラ、何パラレル、同じカードの能力で絵柄だけ違うってやつですね、うん、なるほどね。これが欲しい、 LR が、まあ、とにかく僕は欲しいと。ちなみにですね、僕ね、この LR のカードですね、うん、過去のやつ僕1枚だけ持ってまして、うん、え、そうなの？はい、これですね、仮面ライダーオーズ、マジで少年じゃん。ひとティラコンボのやつを持っております。仮面ライダーってちなみに知ってますか？今やってるのがこのいっぱいある01ってやつが今やってます。まあ下をこうやってペーって見ていくとですね、うん、昔の仮面ライダーのやつもいろいろ入ってます。うん、見てください、この仮面ライダークーガなんてのはですね、まあ、昔懐かしいんですけれども、うん、これ誰がやられてたか知ってます？知らん。小田切ジョー。え、そうなの？そうですね、この仮面ライダー電王、うん、でこれ誰か知ってますか？うん、おろろ、佐藤健さんでございますよ。そうなんだ。佐藤健さんが電王、仮面ライダー3号なんてのもいいですよ。これやられてたのが映画版でミッチーが、ミッチー、おいかはあのミッチーがやられてましたから。相棒の人だ。相棒ですかね。相棒のと夕方の相棒に出てくる人だ。僕から言うと仮面ライダー3号さんなんですけれども、まあそういうね、もう有名な方がいろいろやられてるわけですよ。ちょっと興味持ってきたでしょ、そういう人が出てくるとなると、うん、そんな仮面ライダーのカードは欲しいということで、今回の企画ガンバライジングのカードをゲットするとでございます。うん、え、マジで本当に1万円分やんの？怒られないの？誰に怒られるんですか？偉い人。怒られたら逃げりゃいいんですよ。さあ、それでは早速やっていきましょう。うん、一気に100年いっちゃう？うん、ダメ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 、なんでなんでなんで、ダメダメダメなんでなんで、10年ずついこう。なんで1回で終わっちゃうから。なんかさ、何パーセントぐらい出るとか、そうガチャ系ってさ、そういうの一応出るじゃん。はい、それ分かんねえの？書いてないです。本当に出る？大丈夫？出ます。マジで本当頼むよ、やるんだったら出そうね。まず1000バナコインいきます。はい、でれん。あ、今後これはサンディ3歳以上ですか？大丈夫ですか？うわ、そうですね、ちゃんとちゃんとね、いきます。あ、なんか金色のやつあるよ。金色ですね。うん、フルオープンしますね、うん、あんまりテンション上がってないじゃん。金色はダメなの？虹が出るやつがいいやつですね。あ、そう。一個ずついけますね、これ。マッハフルゴース、これ字がちっちゃくて見えないですね。カイザー、カイザーです、これ、うん、草か犬井匠ってやつのせいだっていうね、有名なセリフがあるんです、これ。ゼロワン来ました、ゼロワン。さあ、金色引いていきます。うん、被りましたね。黒の、え、同じのなのに金色になったの、ね、謎だね。レアリティ以上で色が変わるんですね、うんうん、あ、ピカピカだよ。ピカピカですね。よかったじゃん、ピカピカのやつ。そうですね、これはちょっと僕あまり知らないタイプの仮面ライダーなんですね。そうなの？さあ、今出たやつはこちらです、うん、いいじゃん、ピカピカ、よかったじゃん。 SR が1個出ましたね、うん、これは嬉しいですね。スーパーレアじゃん。スーパーレア出ました、うん、仮面ライダークロノス被ったので、シャンマイさんに1枚。いらない。キラキラの方が欲しい、だったらキラキラは、うん、かぶったらあげます。なんで。次行きましょう、うん、2000バナコインいきます。あ、虹が来た、虹が来た。すごい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 、さっきより増えたじゃん、金色も。ここら辺はパパパパって開けて、おーおー、金のやつから、うん、じゃあ順番にいきますよ。え、ちょっとやっぱちょっとドキドキするね。ちょっとドキドキする、ドキドキする、ちょっとドキドキするでしょ、うん、ババーン。お、あ、これはゼロワンのキャラクターですね。そしてこれウォーズ、あ、これもね、うん、前回のジオンに出てきて、ちょっと気持ち悪いですね、僕、うん、さあ 今頃気づいて、まあ、いいですいいです、うん、さあ、うん、この虹色のやついきます、うんうん、これは
これは何ですか SR ですかね。あ、キャンペーンです。キャンペーン、キャンペーン SR の1個上の段階のやつですね。え、すごいじゃん、よかったね。これいいですよ、うん、G ですね、これは01出てる、うん、敵のキャラクターなんですけれども、ね、そうなんだ、はい、なんか色味がジョジョみたいだね。ジョジョ次いきます。本当に全部やるつもりなんだね。買っちゃってますからね。マジで やべえな。いきまーす。あー、あ、これもフルオープンで、うん、なんかあれですね、虹が出ないとテンションが上がらないですね。うん、見てください、仮面ライダー1型ロッキングホッパー、これ映画に出てきた、うん、あの堀北真希の旦那さんが、あ、はい、やられてるやつですね、うん、へー、はい、グラスホッパーは好きだよ。しかもグラスホッパー、お酒、はい、次行きたいと思います。4000バナコインを溶かすことになります。溶かしてるね。僕はもうやめよう、バナコイン、もうワクワクしかないです。行きます。もう一回普通のお金に変えよう。な、もうそれはできないです。ワクワクしかございます。あ、虹が来ました、虹が来ました、もうこれは来たじゃん。虹だけピュア後にピッて開きますからね、これ。やっぱさ、ちょっと虹が来るとさ、めちゃめちゃドキドキするね。どうしよう、テンション上がるでしょ。うん、行きますよ、うん、かぶったちゃまさんね、これね、もうあげます、うん、じゃあこれいらない。ちゃまり気づいたんだけどさ、はい、すごい虹のやつとかが出てくる、ドワーってなってワクワクするけど、はい、開いてやっぱ何もわかんないから、何もわかんないや何もわかんないですか、うん、開くまではドキドキする、ドキドキ、すごく、うん、そのね、ドキドキをね、やっぱ、うん、体験してほしいですね。うん、5000バナコインです。ドキドキしますね。ああ、今ドキドキ、今ドキドキせえへんやつや。なんかさっきからいっぱい同じの出てない？いっぱい同じのが出てる。おら、なんかドキドキしてきたぞあほら、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 水色、水色、他のやつ、他のやつパッパッパッと、水色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 、もうかぶりますね、いっぱい。どういうことでしょう、俺、ね、パパンで、お、ウォーツパパン、うん、バニックバルコン、パパン、まあ、サウザル 1000% これはいいのが出ますよ。なんで？そうなの？センパー、センパー、サウザーは 1000% っていうのが本当？口癖なんです。はい、なるほど、いきますよ、うん、じゃあカウントダウンしてください、うん、3、2、1で3、2、1、デロパラ。あ、なにこれは、キャンペーン。まあでもこれいいじゃん、持って、いいじゃん、まだ出てないやつですから、うん、キャンペーンあるか、出てほしいねそうだね、せめて出てほしいね、せめて1枚、せめて出ないと本当怒られるよ。いきます。だだだだだあー、全然ダメじゃんか。かぶりますね、これ。もうかぶりますね、次行きましょう。もう一度パッ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 、あー、よいしょ、よいしょ、出たよ、出たよ。他のやつはペペペペっていきますよ、うん、カウントダウンお願いします。3、2、1、えい、さっきと同じやつだあげます、かぶったんで。いらないです、あと2回だ頑張ってね。いきますよ、打ち勝て運命の壁に。変な汗出てくるね、出てくるね。パパパパパパ、あ、お願い、取れたか。あ、クーが、クーが、おたぎりじょう、あ、おたぎりじょう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 が出てきたってことはもういいですよ。3、2、1、どうぞ。はい、おお、これ持ってない、出てないやつですけど、キャンペーンです。いいじゃん、LR、 LR を目指したかった。あ、そっかそっか、全然やばいよ、あともう1回しかないよ。僕的には大当たりなんですけどね、取れ高的にもカスカスなんで。これダメだったらもう自分のお金でプラスするしかないんじゃない。お財布の紐は締めた方がいいと思いますじゃあ、あんまりの予算はガバガバじゃねえかよ。何がですか。何がじゃないよ。ポケモンのアイスはもう買ったし。どういうこと。じゃあ、あんまり望んでねえよ別に。それと一緒みたいなもんだしだから最後僕たちこれ持ってるか持ってないかですよ。僕たちじゃないよ、一緒にすんな。最後このマリチャンネルで持ってるかどうかの。うざ、いきます、頼む。あー出た出た出た、怖いね。この辺ピピピって引いてね、ラストですよ。ラストだね、ラストですよ。これでもうパンディの今後が決まると言っても過言ではないね。これで決まるんですか。うん、僕やっぱあれ欲しいんですよ。何？仮面ライダー01の LR が一番最初のページにあったじゃないですか。ああ、パラって言ってたやつでしょ。そう、あの黒いバージョンが欲しいです、うん、それ当ててわーってなって終わりになるんだったら私も許そう。当てます、今からこれを反転したらそれが出てきます。うん、視聴者の皆様、うん、一緒に見ていってください、うん、カウントダウンいきます。うん、3、2、1、1、オープン。